4月10日は、グレゴリオ歴で年始から100日目にあたり、年末までは、あと265日ある。モルビッツの戦いイギリス国会議事堂の大事賞、完成、ビッグ、ベント命名大韓民国臨時政府、上海に樹立。画像は要人たち瀬戸大橋開通国際法の父、法学者、風合ーーグロテウス誕生に本を開国させた、アメリカ軍人。 マシュー・ペリー誕生をピューリッツァー賞に名を残すジャーナリスト、ジョセフ・ピューリッツァー。イエロージャーナリズムを始めた人物と申される、アイルランド文芸復興運動の中心、ジョージ・ウィリアム・ラッセル。画像は、ラッセル画の、海水浴客陶芸家、板やハザに有機合成化学を研究した科学者、ロバート・バーンズ・ウッドワード・イデン・号の解読を成功させた、生化学者。 マーシャル・ニーレンバーグアメリカ合衆国の俳優、スティーブン・セガール・トシヒロ、流イ地の機械菓子まで没。断食による自害というローマ教皇グレゴリウス13世没。現在西暦として使われているグレゴリオ暦を導入した徳川家元旧史。幻の第11代将軍と呼ばれる解析力学を創始した数学者、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュ・ボツ・ラファエルゼン派の画家、詩人。 ダンテエブリエル・ロセッティボーツ。画像は、プロセルピナ、ラファエル・ゼンパの画家、詩人、ダンテエブリエル・ロセッティボーツ。画像は、ベアタ、ベアトリックス画家、作曲家、ミカロユス・チルリョーニス。画像は、天地創造 X メキシコ革命の指導者、エミリアーノ・サパタ、暗殺される、カトリックの小説家イーブリン・ボー・ポーランド大統領、レフ・カチンスキ航空事故死、女性の日、 日本では1946年の総選挙で初めて婦人参政権が行使され39名の女性第二子が誕生したよっの日。ありがとうございます。